鑑定料金が上がってしまいます。ちょっと嫌ですよね。価格改定のニュースについての緊急動画です。あ、さぞちょっと緊急で動画を回してます。なんと N 党の立花さんに有罪判決っていうニュースが入ってきました。以前この方のオマージュでモダンコインをぶっ壊すという動画を出したんですけど、僕は全然悪いことはしてませんからね。すいません、最初から話が逸れちゃったんで改めます。なんとコインの鑑定料金が上がってしまいます。まずコインの鑑定料金って何って思う方もいらっしゃると思うので簡単に解説します。コイン投資にはそのコインが価値あるものなのかどうかを鑑定する会社があります。このチャンネルでよく取り扱うのはアンティークコインとモダンコインというものですが、これらのコインは1000年以上前のコインだったり、はたまた偽物が多く出回ったりと、本物の価値あるコインかどうかパッと見じゃわからないことが多いんです。なのでそのコインが価値あるものだと証明、すなわち鑑定を専門としている会社があります。それらが NGC という会社と PCGS という会社です。他にもあるんですが、この2社が一番大きい会社です。今回の動画は大手鑑定会社 NGC の価格改定のニュースについての緊急動画です。何がどう変わるのか、どんな影響があるのかお話ししていきます。この際なんで鑑定会社なんてよく知らないっていう方にもよくわかるように解説いたしますね。NGC ってどんな会社なのか、そして何が変わったのかの順でお話ししていきます。最後にはまた今回の価格改定について軽くまとめた PDF を配布するので、動画の最後のキーワードをお見逃しなく。まず NGC というのは先ほども伝えた通りコインの鑑定会社でございます。アンティークコインにはその価値を査定してグレードをつける会社がいくつか存在いたします。その鑑定会社で誰もが知ってる二大巨頭が PCGS という会社と今回の NGC という会社です。鑑定されたコインは本物でこれくらいの価値だよと記載されたスラブというケースがあるんですね。スラブというケースに入れられて取引されることが多いです。もちろん裸コインと呼ばれる鑑定に出してないコインのまま取引されることもありますが、目利きができない人にとっては鑑定されているコイン、スラブに入っているコインという信頼の証がついているコインを選んでいただくことをお勧めいたします。このコインの鑑定、もちろん鑑定手数料がかかるんですが、今回 NGC がその手数料に関して2022年2月1日から値上げしますよという発表したんです。ちょっと嫌ですよね。この価格改定は NGC の香港、ドイツ、イギリス支社にも同様に価格改定をしてますが、今回はアメリカ本社の価格の改定について焦点を当てて解説していきます。では実際に何を値上げしたのか、今回取り上げる NGC の3種類のサービス、1つ目 NGC グレーディングティアズ&サービス、2つ目 NGC アドオンサービス、3つ目 NCS保全サービス、この3つがそれぞれ改定されました。それぞれの意味一つ一つ見ていくんですが、まず NGC グレーディングティアズ&サービスの中の4つの価格が改定されました。これらはコインの鑑定プランのことで、スタンダードティアはコインの申請価格3000ドルまでの全てのコインです。そしてスペシャリティゴールドティア、これがアメリカ金貨のコインのみの鑑定プラン、この2つの料金が40ドルに変更されました。そして1990年以前に作られた金貨以外のアメリカコイン、世界コイン、メダルなどの申告価格300ドルまでのエコノミーティア、これが23ドルに、1965年から現在までに製造された全てのアメリカまたは世界コインの申請価格各3000ドルまでのモダンティア、これは19ドルに変更されました。次は NGC アドオンサービスです。アドオンサービスは任意で付けられるオプションサービスのことです。コインの品種を検査してくれるバラエティサービス、そしてミントエラーの検査をしてくれる文字通りミントエラー、この2つのオプション料金がさっきの各鑑定プランに対して18ドル追加されるように変更されました。そして過去現在の所有者を示すために履歴情報を追加できるペディグリーも各種鑑定プランにプラス5ドルという価格に改定されました。これ何かっていうと、田中さんが持ってたとかそういう個人的な情報を追加できるものじゃなくて、そのコインがオークションに出る前に美術館にあったとか名のある富豪の持ち物だったという権威的なコインにつけるものなんですね。
これを申請するのに証明書が必要だったり、それを踏まえて審査されて不適格だったらつけてくれなかったり、まあ結構結論めんどくさいんですよ。だから一般的にコイン投資をする人が申し込むサービスではなくて、鑑定依頼者が鑑定に出す時とか、または出品依頼を受けたオークションハウスがこのコインすごいんですよっていう付加価値を証明する時に使うサービスだったりします。まあ一般的ではないですね。そして価格とは関係ないんですが、普通サイズのスラブに入らないハイレリーフコインを入れていたエクストラシックホルダー、この名前が NGC シックホルダーに改名されました。もう難しい名前ばっかで言いにくい。めちゃめちゃ言いにくいんですよ。次は NCS、コンサベーションサービスについて。このサービスは最先端施設、さらに独自技術を使って、コイン表面のこう汚い物質をね、除去して、コインの表面を保護、そして見栄えを良くしてくれるというサービスです。コインを洗ってはいけないと伝えていますが、このサービスに関しては、米国貨幣協会 ANA も認めるよりすぐりの保存修正サービスです。このサービスの NCS モダンにおいて、コインの申告価格が3000ドルに変更されました。今回の価格改定は全体的に様々な部分が改正されました。例えばアメリカ本社も香港支社も各鑑定料金は1ドルから5ドルほど値上げしてますし、高額コイン、つまり申告価格が25,000ドル、日本円で約290万円以上のコインの鑑定料のみ100ドルの値上げがあったりとかですね、さっきの NGC シックホルダーみたいな名前の改正や新規オプションの追加がありました。でも NGC の価格が変わったからといってもう NGC では鑑定しないとかいう話ではないんですよ。どちらの鑑定会社も使えばいいと思います。実際スラブ終わった時には PCGS、NGC どっちにも出す可能性は大いにあるし、そもそも NGC しか鑑定できないコインがあることはこの早満チャンネルを見てるあなたならわかりますよね。そう、まさに古代コインなんです。なのでこれからも使うことは大いにあると思います。ちなみに NGC と PCGS で鑑定スピードを比較したときは、エクスプレスで申し込みをしてもコインが戻ってくるまでに NGC はそうね、3から4ヶ月ぐらい、 PCGS は1ヶ月といった感じで大きな差があるので、僕は古代コイン以外は基本的に PCGS を利用することが多いっちゃ多いですね。これ別に NGC の鑑定が信用ならないっていう意味ではないですよ。ただスピードが遅い。その過程でもし自分のコインを鑑定に出したいけど調べてもよくわからない、どっちに出せばいいんだろうと本当に困った時は、早満にコインの鑑定代行をマジで依頼してください。その時々の各社の状況なども考慮して依頼をお受けいたします。ここで本当に困った時にと言いましたが、僕を頼る時はある程度調べた上で質問した方がいいかもしれません。意地悪を言ってるわけではないです。情報も少なく騙されやすいコイン投資の世界です。すぐ早間に聞くようではご自身の成長にはつながりません。調べた上でめんどくさいから早間にお願いするとかならもう超絶最高でございます。この手間というね、手間を省く行為っていうのは積極的に行うべきなんですよ。無駄を省くんです。それを時間で買っちゃった方がいいですからね。そもそもコインを持ってないよっていう人もいますよね。でも大丈夫、そんな人のために LINE を登録すると読めば30分でコイン投資のことが丸分かりするガイドブックを配っています。毎月5名無料の通話相談も行っていますので、そちらで買い方、コイン投資の仕方を学んでください。他にも早満のコイン投資の実績、ライブ配信の告知、入荷コイン情報など盛りだくさん。今すぐ概要欄にある LINE を追加しておきましょう。登録して損なしです。今回の NGC で価格改定が起こりましたが、なんでこんな改定が起こったかというのはわかりません。まあ、そんなこともね、よくあるなと思って、ここからはね、早満からあなたに発表があります。こういった情報を共有して、みんなでコイン投資で買っていく。そんなコミュニティを今、構想中です。コインについて学んだり、質問を気軽にしたり、実際に一緒に買ってみたり、売ってみたりですね。それもまた動画にするので、出来上がった時には、もっともっとコイン投資で気になること、ためになることをどんどん発信して、みんなで利益を広げていく。そんなコミュニティを目指しています。めちゃめちゃお楽しみに。そしてお待ちかねの最後、ここまで見てくださった方のために、今回の価格改定について、PCGS と NGC の鑑定手数料の比較資料を PDF にして用意していますので、LINE にて NGC 値上がりのキーワードを送っていただけると届きますので、これを手に入れて、またご自身のお勉強に当ててください。それでは、おやすみ。